キュベレー像キュベレーは、アナトリア半島のプルギアで崇拝され、古代ギリシア、古代ローマにも信仰が広がった、第一母神である。名前は、知識の保護者の意を示している。しばしば、髪の毛のある女性が、語源とされるが、それはプルギア語ではなく、ギリシア語と考えた場合である。ギリシア神話に取り入れられる前のプルギア語での呼び名は、クババであり、より古い時代に、 アナトリア半島で使われたルミゴ起源であるとの説がより広く受け入れられている。ローマ神話ではマグナマーテルに対応する。この女神は死と再生の神の一柱である。キュベレーの夫は同時にキュベレーの息子であるアッティスで、後代にはアッティスの最終団が結成された。キュベレーは小アジアのイーデイヤマイダで生まれたと思われ、ローマで呼ばれたな。 マグナ・マーテル・デオール・ム・イダエアはここから来ている。ヘレニズム時代の最も熱狂的なキュベレーの信奉者は自らを聖なる儀式で完全虚勢した男性たちで、この儀式の後、彼らは女性の衣装をまとい、社会的に女性とみなされた。同時代の注釈家であるカルリマコスは彼らを女性名詞の語来で呼んだが、古代ギリシアやローマの他の注釈家たちは、 男性名詞のガイスやギャリーで呼んだ。女神の女性司祭は、人々を乱行的儀式に導き、儀式では、荒々しい音楽、ドラムの響き、踊りに飲酒が伴った。女神は、正規切断された後、蘇った息子であるアプティスをめぐる、悲儀宗教と関連していた。一説では、三人のダクチュロスたちが、女神の従者であった。女神の信奉者たちは、プルギア語で、 クルバンテス、ギリシア語で、コルバンテスと呼ばれ、彼らは、一晩中続く、太鼓の乱打、剣と盾を打ち鳴らす、野生的な音楽、踊りに歌に叫び声によって、女神への抗骨として、乱行的な崇拝を示した。アタランテイとヒッポメネースは、狩りの途中、ゼウスの神域に入り、そこで交わったため神の怒りに触れライオンに変えられた。一説では、 それはキュベレーの神域ともされ、二人は女神の車を引くこととなったともされる。プルギアのペッシュヌースにおいては、はるかな古代よりキュベレーの原型として、両性具有ともされるアグディスティス女神の信仰が存在した。紀元前203年、ペッシュヌースの大いなる母を具現した聖崇拝物が、おごそかにもうやうやしく、ローマに移された。キュベレー数拝は、 すでに紀元前5世紀のギリシアで行われており、その地においては、女神はしばしば、なお直接に使わず、遠曲語法によって、イータタウイータロー C タイプシロンオメガニュー、デルタアルファイオタアルファーと呼ばれた。キュベレー,スーハイへの言及は、とりわけ、ピンダロスやエウリーピデースに顕著である。しかし古典ギリシアの著作家たちは、アッティスの巨星の神話は、よく知っていたにもかかわらず、 性転換したガッディについては知識がなかったか、または言及を行っていない。ギリシアにおけるキュベレーの崇拝は明らかに類似性が認められるディオニューソスの崇拝と密接に関連づけられた。キュベレーはディオニュソースにイニシエーションを与え、逆にディオニュソースはアグディスティスの巨勢を行ったとも言われている。ギリシア人たちはまたキュベレーを神々の母レアと 同一視した。クババ像期限前2000年期にはキュベレーは、ヒッタイと人及び不倫の間でクババ、クババとして知られるようになった。クババは、手にザクロと鏡を持った威厳のある婦人の姿で描かれ、ヒッタイと帝国の重要大都市カルケミシュの守護神となっていた。プルギアでは、レアー、キュベレーは、アグディスティスとして栄え、大商業都市ペッシヌースに神殿が置かれた。 これは、チリカのストラボンによって研究されている。キュベレーの息子であり、愛人であったアッティスが王女と結婚しようとしたのは、この年でのことである。その時、アグディスティス、キュベレーが威嚇すべき栄光と共に現れ、アッティスは自己虚勢した。ライオンを膝に乗せ、片手にタンバリンを持つキュベレー像。ルーブル美術館古代プルギアでのキュベレーのイメージは、典型的には、 建物の玄関にあるファサードに見られる。ファサードそれ自体がプルギア高地にある岩を削って作られたモニュメントと関係がある。ベルトのある長いドレスを着、円筒形の背の高い帽子をかぶり、全身をベールで折っている。通常、猛勤と壺を共にしていた。攻撃的だが従順なライオンも関連付けられることがあった。その後、ペイディアスの生徒であった。 彫刻家アゴラクリトスが後に規範的となったキュベレー像を作り上げた。王座に座ってはいるが、気品と母性が増している。完全に静止したライオンの首に手を乗せ、もう一方の手はタンブリンのような丸い輪を持つ太鼓を掴んでいる。その太鼓は満月を呼び起こさせるもので、聖なる月の牛の皮でカバーされている。ミューシアではダインティマスの山がキュベレーに捧げられた。 紀元前8世紀から紀元前6世紀には、この女神は単独で現れたが、後に息子であるアッティスと共に現れるようになった。母の嫉妬を買ったアッティスは、エクスタシーのうちに自ら世紀を切り落とし、死んだ。キュベレーは嘆き彼を復活させた。常緑の松とツタがアッティスに献じられた。エクスタシーの極みに達したキュベレー信者の中には、 ローマでギャリーと呼ばれていた者たちがいる。彼らはアッティスに習い自ら進んで信仰による虚勢をした。マグナマテルであるキュベレーを信仰するローマ人はそこまでしようとは思わず、大いなる母に捧げられる動物の一つである王子の睾丸をとって代用品とした。これは多くの碑文に示されている。紀元160年の碑文では、王子の清掃ローマからフランス、 リオンのキュベレの社に運んだとある。キュベレ崇拝はアナトリアとシリアの内陸部からクレータ島他のエーゲ海の島々やキリシア本土にまで広がった。アテー内では特に歓迎された。ストラボンの観察は役に立つ。他のすべてのものと同様にアテー内の人々は外来の物事を歓待した。神々を崇拝することにおいてもそうであった。 彼らは極めて多くの外来の宗派を歓迎したのだ。デモステネスによってもたらされた、プルギアのそれをも。彼は、エスカインズの母とエスカインズ自身に非難を浴びせ、彼女によって、悲疑を授かると、今度は、彼女と共におり、彼女と共に、ディオニューソスの更進の先頭に立ち、EOE サボエ、ヘイスアテス、アテスヘイスと何度も叫び、これらの言葉は、母、 レアのサバツヨの儀式のものであった。アレキサンドリアではキュベレイは、ギリシア系住民によって、諸母の母、我らが祈りを聞きたまう、旧世主、諸母の母、祈りが届く、お方として崇拝された。小アジア、地中海沿岸での商業活動の中心の、一つであったエペソスでは、紀元前10世紀から早くもキュベレイは崇拝され、エクスタシーを伴う死の祭りが彼女を称いて、 行われた。ライオンを従えるキュベレー像この女神は、トラーキア北方の拡張的なスキュティア人には歓迎されなかった。ヘロドトスを読むと、ギリシア中を旅し、様々な知識を得たスキュティア人アナカルシスが、異教マグナマテルを紹介すべく企んでいるとして、従者のスキュティア人に殺されたことを知ることができる。ローマでは、紀元前203年にマグナマテルとして、 キュベレー信仰が公式にもたらされた。この時ローマは第二次ポエニ戦争に巻き込まれていた。その前年、シビュラの書をもとに操作したところ、ペッシヌースのキュベレーに関する予言の言葉が見出された。それには、いかなる外敵がイタリアに戦を仕掛けようと、マグナマテルをローマに招けば退けることができるとあった。命を受けた大好きピオは女神に会いたいというすべての婦人を連れて、 オステアの港に行った。女神が船を降りるとき彼は消えし、婦人たちがパラティーノの丘にある勝利神殿に安置した。この日4月12日はメガリージアンの祭日として、後までも見られたローマでは、この女神がプルギア由来であることがカトゥルスによって思い起こされた。彼のアッティスをテーマとした有名な詩には、キュベレー信仰の姿を検出させるものがある。 プルギアにあるキュベレイの故郷に共にやってきた。女神の住まうプルギアの林に。シンバルの音が響き、タンブリンが鳴り渡り、プルギアの笛吹きが深くえぐれたリードを吹き、ツタをカンブリッタ、マイナデスが頭を荒々しく突き上げる。サンタマリア・マッチョーレ大聖堂がキュベレイの神殿があった場所に築かれた時、キュベレイ信仰は地下に潜伏した。これは偶然の一致ではない。 キュベレー信仰はモーリタニアにまで浸透した。この国では、紀元288年、大化の後、設定予フのすぐ外で、正式の木を運ぶ。ものどもと忠実な信者たちがキュベレーとアーティスの神殿を再建した。途方もない額が必要だったが、私的なグループが自腹を切って捻出した。銀のキュベレー像を、を彼女を運ぶための戦車に乗せる。 モミの旧家の形をした飾り棒のついた新しい天蓋を作ったのだ。マドリードのシベーレス広場にあるライオンに惹かれたキュベレーの像。ありがとうございます。